全員がユニコーンガードですね。全員 B はまだ選んでる。お、次戦こそはヘビーアームズローズですね。どうしようかな。まあそうだな、じゃあ A にしようかな。始める。はい、試合開始しました。とりあえず前に出るユニコーン、横からミサイルが飛んでくる。お、まあそうですね、こういう連携ですよね。取られたより取り返すっていう感じで、余計な心配が必要。あっと、それはまずいシール落ちで、なんとか安くした。持ち合って、今当てている。お、余計な心配が必要。せっかくに当ててますね。気にするな。タイプ的に大きくリードを取った天狗組。ジュガのバリアの、そして殴り飛ばす。ダメージが小さい。さあヘビア同士、ヘビア同士は戦況動いていないが、さあ手が、さあ手の方で大きく動いたんで、これは天狗が足首のピンパクトなんで、強引に取りに行った。掴んでよいしょ。あーっと水が来ない。さあヘビアが飛んできて、まず天狗が落ちる。オードリーがオードリーがどうにかなってしまう。さあというわけでガチ勝利ということで、クドゥルカさんとナレスさんは本日プラス7ポイントですね。エースキッズいないんで、このままとりあえずエース突破ということで、エース次の4ポイント狙われるという形ですが、じゃあ念願のちょっとドーナツを配っていくぞ。はい、じゃあ1位2の方なんで、まずはクドゥルカさんと奈良さんからこちらドーナツ種類選んじゃってください。奈良さんいるかな。はいはい、オッケーオッケー。はいはい、種類1個ずつ。はい、一応こちらシート1枚ずつ持ってきたから大丈夫ですよ。あと2P 側、2P じゃねえよ、2位の小川さんとアイビーさんも1個ずつ。はい、アイビーさんもいるよね。はい、お願いします。さあということで、こちら商品贈呈が終了、滞りなく終わったかなですね、ですよね。あとはちょっとエンジェルさんがエンジェルさん消失ということで、まあしょうがない。じゃあこちら、ね、インタビュー受けて、インタビューコメント受けていきましょう。じゃあクドゥルカさんお願いします。すいません、コメント全然考えてなかったんですけど、なんかまあなんでしょう、すごいみんな強くな、いやすいません、なんか上目線ですいません、皆さん本当すごく強くて、本当最後もなんかヘビーアームズとかに援護とかしてもらって、もう最終的に全員にも負けそうだったんですけど、やっぱネクストっていいゲームですよね。ネクストマジ両ゲー。はい、じゃあというわけで、ナレスさんお願いします。今日は相方事故に生まれて久しぶりに印象が強かったです。あと、はい、こっちの皆さん、前回も言いましたが、キャンや中止は絶対にやめてください。はい、というわけで、ね、今回からも、ね、しっかり気をつけていきたいと思います。ですね、で次回が、本日4日なんで11日ですね、2月11日になりますので、日付お間違いのないようにお願いします。一応格闘ゲームの大会が来週は、アルカナハートが、2の7足して9日ありますんで、そちらもよろしくお願いし、9日でしょ、9日でしょ、9だから、9日なんで、
アルカナハート9日でブレイブルーがそれに9足して16 キリですね、なんで気をつけてください、一応ですね、動画の方もすぐアップしたいと思います。ちょっとブレイブルーの方がなんか諸事情あって遅れてしまいましたが、ごめんなさい。では、そんな感じで本日ですね、カッコ早く終わりました、それでは、設定戻させていただきますが、皆さん本日も大会ありがとうございました、こちら立ち上げ直しましたら、そのままの試合をお楽しみください、あとあれですね、これも録画して言っておきましょう、うちのお店ですね、都内某所って言ってるんですけど、うちのお店ですね、月水金、月火水、毎週月火水ですね、2月末、まあ、2月終わりまで100円2プレイですので、よろしければ、探し出して来て遊んじゃってください。結構ね、月火水の100円2プレイの時は遅い時間からも強い方やられてると思いますので、腕試しの方も普通にゲーム楽しみたい方もいらっしゃってください。